桜いてえよ。桜、誰だ、お前をそんなにしたやつは。やっぱりサスケくんが最高ね。サスケ、俺と勝負しろってばよ。うすらトンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ、サスケくん。さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。うちはサスケか。サスケ、お前は下がっている。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木の葉上層部の命令で、内配たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ！あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。いたちだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたんだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは、木の葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。お前は俺が潰す。小僧が。なるほど、ただの小僧ではないということか。消えろ、団蔵。わしを凌駕するか。敗北に染まるその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。わかったか、俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。
これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。サスケ、団蔵から離れろ。ヒルゼン、結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思うなあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。そろそろ頭も冷えたかい、ナルト。僕としてはそろそろ木の葉に戻って会談の結果をみんなに伝えたいんだけど。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。大好きだからこそこのまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。やっぱり木の葉には戻らねえ。俺のやるべきことは木の葉に戻ることじゃねえ。俺が本当にやるべきこと、それは。おい、ナルト。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか？サスケを殺してでも。お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。俺ってばまだ答えを見つけてない。俺とあいつとの答え、それを見つけないと俺は前に歩けねえ。だったら俺のやるべきことはもう一度あいつと話をすることだ。
だがそうはさせない。君を止めて木の葉に連れ戻すのが先輩から指示されたことだからね。だったら大和隊長には悪いけど押し通らせてもらうってばよ。戦闘開始。先へは行かせないよ、ナルト。強くなったな。まずい、このままでは。このまま一気に押し切ってやる。さくらのことはカカシ先輩に任せておけばいいんだよ。それでも俺は行かなきゃならねえんだ。どんなに熱い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。今やるべきことが分かった。だから俺は止まらねえ。ごめん、大和隊長。俺はサスケんとこに行って、そんであいつともう一度話をする。それが今の俺にできること。それが答えを見つけるために俺にとって大切なことなんだ。だから俺行くってばよ。待て、ナルト。さくらちゃん、加賀先生、すぐに行くからな。待ってろよ、サスケ。動けなくなるまでやるなってんだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。サスケ、お前に会えば答えが分かる気がする。だから俺は。これで止水の根は回収できたな。さて、サスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り、休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても
何もできんぞ。あと、これは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことを知りすぎている。我らだと？俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また会おう。じゃあな。サスケくん。サクラか。昔とまるで感じが違う。これがサスケくん。何しに俺の前に来た？サスケくん、私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケくんが木の葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。君の望み通り動く。もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなの何だっていい。私はサスケ君の言う通りに。この葉を潰す、それが俺の望みだ。お前は本当に俺のためにこの葉を裏切れるのか？サスケ君がそうしろと言うなら。ならそれを証明してもらおう。こいつにとどめを刺せ。そうしたらお前を認めてやる。どうして？
この人はサスケくんの仲間なんでしょ。今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。この人は関係ない。ここで私が今サスケ君を倒せば全てが終わる。やめろサスケ。できないのか。サスケ君、お前はここで消す。あの耳に私の声は届かない。あの目に私は映ってない。もう今のサスケくんは私の知ってるサスケくんじゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手でサスケくん、あなたを止めてみせる。戦闘開始。さくら、お前の力じゃ俺は止められねえよ。サスケくん、こんな戦いもう終わりにしましょう。出る力すべてを出してサスケ君を止める。お前みたいな低俗な忍びがウチハに勝てると思うな。どうしたその程度か。もうあの頃には戻れないの。勝負あり。お願いサスケ君、もうこれ以上は。もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケくんと歩くことを望んでる。お願い、もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがる。イタチの命と引き換えに笑ってやがる。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがれ。サスケ君、今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。カカシ先生、本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。サクラ、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取り憑かれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。
いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ、カカシ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は？お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。ま、これは俺の役目だ。サスケ、どんなに落ちても自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目火影様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそお前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に代えてもだ。間に合ってくれ。もうすぐだ。あんたもこの葉も全て潰す。さすがに強くなっているな、サスケ。さて、これからどうやって。さくら、やっぱりカカシ先生だけに重荷を背負わせるわけには。なんで出てきた。私がサスケ君を止める。私が。サスケ君と一緒だ。サスケ君、ありがとう。サスケ君、ずっと第7班で一緒ならいいのに。さすがサスケ君ね。さくら、ありがとう。はずなのに。よせ、サスケ。ナルト。俺以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは思わなかったが。サスケ。さくらちゃんは同じ第7班のメンバーだぞ。元第7班だ。俺はな。今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケじゃなくなってる。サスケ、イタチの真実ってのをマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよく分からねえ。けどどっちにしてもお前のやってることは分かるってばよ。いや、分かるってんだ。何が。親も兄弟もいねえてめえに何が分かる。他人は黙ってろ。さっきだ。さっきやっとイタチの仇を討てた。木の葉の上役団蔵をな。何、あの団蔵。今までにない感覚だ。怪我された内葉が浄化されていく感覚。腐れ切った忍び世界から内葉を決別させる感覚。ある意味お前たちこの葉がずっと望んできたことだ。内葉を否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶から内葉を消してやる。お前たち、木の葉の全てを潰すことでな。
つながりを断ち切ることこそがジョーカー、それこそが本当のウチハの最高だ。憎しみ、その積み重ねの歴史が今のサスケを作ってしまった。ナルト、サスケ君。もういいだろう、ナルト。ここは俺に任せろ。もう少しで答えがわかる、そんな気がする。うん、加賀先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しでわかりそうなんだ。お前、何を言ってる。次はお前か、ナルト。この一戦で答えを見つける戦闘開始。潰してやるよ、ナルト。サスケ、お前は。ナルト、お前の力はそんなもんか。子供のままだな、ナルト。俺にとっては3年必死に修行してやっとここまで来たんだ、サスケ。どんなに復讐を口にしても、どんなに俺たちから離れようとしても、俺たちのつながりは、やっとできたつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。なんでわからねえんだよ、サスケ。オロチマルはお前の体を器として欲しがってるだけだ。俺の復讐が叶うのなら、こんな命オロチマルにくれてやる。暇があったら修行でもしてりゃよかったな、ナルト。仲間一人救えねえやつら、火影になんてなれるかよ。あの時のお前の命は俺の気まぐれで助かった。
そろそろしまいにしようぜ。もしかしたら、サスケ、お前と俺が、逆だったかもしれねえ。